こんにちは、ジャグラーの丸です。今回はこのクラブと腕の間にもう一本のクラブを挟むリストトラップのやり方、この4つのポジションと、あとはですね、このリストトラップした後にジャグリングに戻る戻り方を3種類、そしてね、実際の使い方の例を解説していきます。で、早速始めていきましょう。最初はね、クラブ2本なんですけれども、この前腕とクラブの間にこうやって隙間を閉じることで挟んでるんですけど、この時できればですね、まっすぐクラブを腕に対してね、押さえてもらいたいんです。これがよくあるのが、こう斜めにこういう風になってしまう。で、こう斜めにやってもここ隙間は閉じることはできたりするんですけど、どうしてもね、しっかり押さえることができなかったりするので、おすすめはまっすぐ押さえることです。ちょっと例外もあるんですけど、基本はまずまっすぐですね。こうやって手首をひねって腕とクラブがスカッと抜けてしまわないように、これを意識します。で、この押さえるときにですね、手首を曲げて押さえるって思うと、ここの隙間がすごい大きくなってしまうので、この自分の小指ですね、小指、薬指とかを使ってここで押さえていく。腕全体で大げさにこう曲げてしまうと、ね、隙間大きいので、こういう感じですね。はい、押さえ方としてはこうです。で、これに4つポジションがあるということなんですけど、基本的には腕のこの内側でもう一本のクラブ、ヘッドが上なのか、ヘッドが下なのか、で、腕の外側でヘッドが上なのか、ヘッドが下なのか、まあ、この4種類ですね。で、ただ実質、この腕の外側、ヘッドが今上で押さえてても、回してきたら腕が内側でこう下にしてるのと同じだし、外でヘッドが下向いてても、戻してくれば内側のこのヘッドが上、まあ、これと、まあ、形としては同じなんですね。この腕をひねってるかどうかということの違いです。まあ、ただ実際の使いどころとしては、クラブがこの腕の外に行った時に掴んだり、内側に行った時に掴んだりするので、まあ、4箇所、ただし、まあ、ひねれば反対側もね、ちょっと上下逆になりながら同じポジションになってますということですね。これが4つのポジション。この時にね、しっかり、さっき言ったこの押さえ方ですね、外でも上でも下でも押さえ方は何も変わらないんですけれども、まずこう練習として1本反対の手に持って、これまっすぐのまんま少し空中に投げ上げながら、もうほんとこれぐらいで大丈夫です。それをリストトラップしてみましょう。で、この時ですね、あんまり端っこを押さえようとすると間に合わなかったりするので、結構ね、このテープに近いところ、ここを押さえるといいと思います。で、あんまり下すぎると逆にね、このボディが太すぎて押さえられないので、まあ、テープからハンドルの真ん中ぐらい、そこを狙って、オンですね。で、反対でも同じように。で、これはね、クラブのヘッドが上と下、両方一応ね、試しておきましょう。上バージョン、下バージョン。で、もちろん反対の手もですね。はい。で、慣れてきたら、この、その場所でこうやって、そーっと投げてたやつを、もう少しね、反対の手からダイナミックに投げてみたりとかですね、やってみるといいと思います。で、この外側も同じく、外側は少しね、キャッチする手を最初内側に置いときます。これで、こういうことですね。こっちの手の投げ方、そーっと投げるのは一緒なんですけど、それをこういうふうに取りに行きます。ヘッドが上だと、こういうことですね。で、それを、反対の手でも、ヘッドが下、ヘッドが上。まあ、これをチェックしましょう。そして実際に普通にジャグリング、こう投げてからリストトラップをします。まずは反対の手からこう、半回転で投げて、腕の内側でキャッチします。で、半回転で投げると、ヘッドが自分の方を向いたところですね。この辺で取りに行くと、腕の内側でヘッドが下になります。で、1回転ですね。普通に1回転、ヘッドが向こうになったところで、そこから取りに行くと、ヘッドが上になります。で、腕の外側もですね、こう半回転、ヘッドが自分の方を向いた後に取りに行くと、こう下になりますね。で、1回転、クラブが
ヘッドが向こうを向いた時にキャッチしに行くと、このヘッドが内側、こういうキャッチになります。この4種類ですね、トスから4種類のポジション、うまくキャッチできるように、まずは半回転で腕の内側でヘッドが下になる、1回転でヘッドが上になる、で腕の外側でもヘッドが半回転で下向きになる、1回転させることで上でキャッチできる、この4箇所を取り分けられるように練習をしましょう。リストトラップの後にジャグリングに戻る方法について解説していきます。で、一番シンプルなのはキャッチした後に持ち帰る、自分がね今クラブをどっちに持ってるかによりうまく持ち帰ることでジャグリングに戻れるっていうのはあるんですが、これはね自分の持っている場所でちょっと考えてみればわかると思うので、これは研究してみてください。リストトラップからジャグリングに戻る方法、一つ目はマルチプレックスからのカスケードです。で、これは腕の内側でヘッドが同じ方向を向くようなキャッチですね。なので腕の外で取ってもひねってくればこの状態になるんですが、そこからこのクラブの位置関係がですね、縦じゃなくて少し手のひら開いて平行になるようにしてまとめて投げてあげるとちょうどいいマルチプレックスができるようになります。で、この時ね、さらに余裕があればマルチプレックスやってる間こっちの手が暇なので、例えばね普通にシングルで投げるとか、こういうフローリッシュをする、そういうことをすると、この待ち時間が、ちょっとね解消されますので研究してみてください。リストトラップからパターンに戻る方法、2つ目はキャッチしたクラブを少しスイングさせて、その勢いを使って反対の手に投げていきます。で、リリースする瞬間にうまくクラブを離すことで投げ渡します。で、体の内側、腕の内側ですね、ヘッドが上でも下でも内側でキャッチした場合はキャッチした後に少し勢いをつけます。少しスイングしてリリース、そして外側でキャッチした場合はキャッチする時点でそもそもこういうスイングが生まれているので、このスイングをそのまま活かしてあげます。で、今ねこうインナーフラットみたいに投げてるんですけれども、これはですねこうキャッチしてそのまんま投げるっていうのはちょっとやりにくいので、おすすめはこの横から見た時にですね、体の平面こっち側でこうやって投げることですね。こういうラインで、もしも普通のこのまっすぐのジャグリングパターンに戻りたい場合は後ろにスイングしてそこから戻る、こういう感じになりますね。リストトラップからパターンに戻る方法、3つ目はキャッチしたクラブを腕の外側から投げます。で、この時に腕の内側で取ってクラブが下の時は少し腕を緩めてクラブを下にスライドさせます。で、このノブの下を引っ掛けた状態で反動をつけて腕の外から投げます。で、腕の外側でも同じく腕の外でヘッドが下の場合も少しスライドさせて、これをまた内側にスイング、そこから投げていきます。で、ヘッドが上でも手をひねって内側に持ってきつつスライドさせて投げていきます。で、この時ですね、今こっちでちょっとキャッチしてますけど、同じ手で、リストトラップしてるその手でそのまんまジャグリングしてもいいし、もう少しねしっかり飛ばして反対からジャグリングしてもいいです。一つだけ特殊なポジションが腕の内側でヘッドが上でキャッチしたこの状態ですね。この時にこのまま外に投げるっていうのはちょっとやりにくくて、キャッチしたらおすすめは一回外に倒します。で、この外に倒す時に自分の体に対してですね、こっち側平行に倒したいところです。これ斜めに行くと変な回転になるので、キャッチしました、こっちに倒す。で、その上でこの倒す時にクラブをこっちに少しスライドさせたいんですね。で、ここでクラブのノブを引っ掛けたい。で、こうやってね、素肌で直接の場合クラブ滑らないこともあるんですが、そういう時は手に持っているクラブの角度をこう変えることでノブを抑えます。こうなったらあとはこの手首を支点にしてこのクラブ押さえ込みながらこうやってスイングさせてくる。ここからはね、今までやったのと同じようなパターンなんですが、これでこの辺で押さえました。これを外側から投げる、こういうことですね。リストトラップの実際の使い方を2つ紹介します。1つ目は普通にリストトラップをしないで
大きくクラブが腕に飛んでくるんじゃなくて腕がクラブを取りに行きます。これはね、最初慣れるまでは普通にあんまり回転させないで、例えば上から取ってもいいし、下から取ってもいいし、外に取ってもいいし、どっちに取ってもいいんですけど、大きく取っていく。でそこからジャグリングに戻っていくとかで慣れてきたらね、自分の相性次第で例えば半分だけ回転をさせてみようとか、自分がね大きく縦回転をしながら取りに行こうとか、いろいろ発想はあると思います。で回転数を上げたりとかですね、こう自分の受け身な感じでリストトラップをするのではなくて、パターンの中から自分がですね積極的に取りに行く、こういう発想ですね。2つ目はボディースローとの組み合わせです。分かりやすい場所を2つ紹介します。1つは背中の後ろです、こういう場所で、もう1つは首の後ろから投げて外側、この動画の一番最初で僕が使ってた技ですけど、しっかり外側に投げてこういう場所ですね。背中の後ろでのリストトラップですが、これはふわっと投げてハンドルが上向きになりかけた時にキャッチ、こういう感じですね。あんまりこう素早く回転させるとうまく取れないので、ふわっと投げてハンドルが上に行くなっていうところでキャッチですね。ほとんどもう手渡しに近い感じですね。こう取りやすいところにキャッチ、そしてこの頭の後ろ、ちょっとねこれ僕自身はこう見ないでキャッチしてるんですが、実際はこう飛んでくるところを見ても大丈夫です。そうですね。でこれに慣れたらまあ感覚で投げればいいんですが、これも思いっきり回転させるとちょっと難しいので、こう持ってるところから半分ですね、もうこれだけ、ハンドルが下のところからハンドルが上、もうこれだけです。であとは中途半端な距離に投げると実はね取れないので、結構思い切って直線的に投げた方がいいですね。パーンっていく、こういう感じです。そうすると結構取りやすいところに来るので、こうですね。これが真ん中あたりでもう届かなくなっちゃうので、最初ねどうしても怖くて思いっきり投げれないんですけど、むしろその方が難しいんだなと思って、まあ試しに思い切って投げてみる。そうするとねかえって成功率が上がります。リストトラップの解説は以上です。この動画良かったなと思っていただけたら、ぜひいいねボタンをお願いします。そしてこのリストトラップを使った新しい技とか振り付け、いろいろね紹介していきますので、見逃さないためにもぜひチャンネル登録をお願いします。僕はねまた SNS でいろいろジャグリングが上手になるためのコツとか、メンタルを強くする方法、情報発信してますので、ぜひそちらもフォローしてください。では今回も動画ご覧いただいてありがとうございました。